どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、あれに乗る方法ということで、お？奥に行くのかな？なんかめちゃくちゃ噛み使う感じだね。お！まさかの神経衰弱かなんかだったけど、さ、紙ゲットで穴防げるだけ塞いどこっかね。ほいっと、さあ、ゲッチュゲッチュ。お宝は何が入ってるかな。そういえば今回ルイージ見ないね。さあ、天空のスタンプ台。じゃあ神の手で引っ張りましょう。引っ張る。終わり。おお。あ、お宝あったね。さあ、キラキラキノコ。下に行くと、あ、長房が防げるだけか。そんなになんか、めんどくさいことは起きなさそうな感じはするけど、セーブポイントあるしね。さらに上、おお、さあ、カミックそれは伝説の魔法使いのフィギュアですな。しかも宝器パーツ付き。この私も有名になったものですな。カッカッカッ。確かにね、なんならヨッシー系の時って絶対カメックが出てくるからね。お？やっべえな。あの野郎先逃げやがって。うおー、恐ろしいやつ、木の上まで追っかけてくるなんて、なんて恐ろしいやつ。温泉に入るにこんな恐ろしいなんて、さすがジャングルですわ。そんなことより早く行こう。カメックさん、何にも言わないで一人で逃げちゃうなんてずるくありません？いやはや、失敬失敬。危険を察知したとたん、口より先に足が動いてしまいましたよ。あ、そうだと、確かにそんなこともあるかもしれませんわね。どうかな？おー、ファイヤーパックン。ん？やばいね。また逃げてる。お前もじゃねえか、オリビア。マジか、あの二人一気に逃げたな。ヘイテジャンプ。おー、そんなことある？ごめんなさい、マリオさん。私あまりの怖さに口より足、先に足が。足ないけどね。くっくく、わかります、それ。そして、どうやら温泉の離れ小島にたどり着いたようですな。ん？これは。あ、お客様、ようこそいらっしゃいました。こちらは汚れ、黒ずみ、シミ等に効くジャングルの湯でございます。はいはいはい。とはいえ、ご覧の通り、栓が抜けてしまいまして、現在ご利用になれません。
かーなんですと、このまま坊ちゃんの汚れをほっとけないですぞ。マリオくん、この風呂に栓をして坊ちゃんを入れてあげないと。そうだね。ワンワン的な何かと思ってたんだけど、裏の方かな。おかわりはこちら。いやいやいや、戻りません。裏にぐるって回る感じかな。お、サボり中？お風呂の線どこ？あ、探してるのか。ん？神の手？あ、あった。ドン。本当に線だね。でもあれ、あれだけのものどうやって抜いたんだ？ここ天空なのに。まあ、そうだね。よし、これで OK。お待たせしました。お風呂の準備ができましたので、どうぞご入浴くださいませ。やったね。ふい。さあ、真ん中で。よーし、このお風呂に入れば汚れが落ちるんだな。お風呂に入ったら汚れ落ちそうなんだけどね。どうですか、坊ちゃん。じゃじゃーん、どうだ。おー、綺麗になったね。クッパ様に似た凛々しいお顔がさらに凛々しく見えますぞ。カッカッカ。あら、ジュニアさん、とっても素敵。私もお肌が美白でいい感じ。さて、ではそろそろ上がりますか。おや、坊ちゃん、どうしました？もう十分に綺麗になりましたぞ。さあ、行きましょう。やだ、もっともっとかっこよくなる。あれ？どうなるんだろう。坊ちゃん、もうそろそろ言うのでは？のぼせてしまいますぞ。綺麗になりすぎたね。ははははは。坊ちゃん、驚きのあまり、私の声まで白くなってしまいましたぞ。汚れどころか、色まで落ちて真っ白です。白なんて弱そうだな。そういえばなんだか、全然やる気も起きないな。そんなに白かったらそりゃ気分だってしらけるでしょうよ。かあ、せっかく横まで脅したのに、また余計なことを。せっかくこれで全部治るはずだったのに。そんな白抜け一体どうやって治したら良いものか。ねえねえ、これで全部の温泉入ったはずですわ。スタンプを押してお楽しみのご褒美もらいに行きませんか。そうだそうだ、これだけお風呂入ったんだからご褒美くらい欲しいぞ。そうですな。実は私もスタンプラリーの スペシャルな特典が何なのか知らんのです。知らないんだね。どの道このままではいい方法思いつきませんし、受付に行ってみましょうか。白くなったねー。はい、受付行きまーす。じゃあ降りましょう。うん、戻る。え？投げるんかい。汚れたな。温泉入った意味が毎回なくなるんだよな。さあ、久しぶりのスパーランド。ご褒美なんだろうね。気になるね。お？
まさか。あ、無理か。そういうズルはさせてくれなかったね。気になったのが、お宝が取りたくて、普通に行けたね。こんなもんか。すごい、あの下扉があるね。あの下行けるのかな。さあ楽しみ楽しみ。白いクッパジュニアもなんか新鮮だね。さあぐるーっと回ってきたね。ほい、スタンプはお集まりになりましたか。どうぞ。おめでとうございます。すべてのスタンプを集めていただきました。それではお楽しみのスペシャル特典はこちらです。どうぞ。スペシャル入刀剣。彩りの湯はどこだ。彩り、何それ。頑張ってスタンプ全部集めたのにスペシャルってただの紙切れ。そちらはとてもスペシャルな温泉、彩りの湯の入湯券になります。彩りの湯は虹色に輝く泉質が色合わせ、色落ちに効果があると大変好評をいただいております。疲れればたちまち健康的で鮮やかな色が蘇りますよ。へぇ。聞きましたか、坊ちゃん。その彩りの湯なら坊ちゃんの体もきっと元に戻りますぞ。そうだな、これでもうかっこ悪い白抜けとおさらばだ。彩りの湯はとても珍しい秘湯なので秘密の場所に隠されています。入り口はどうぞお客様ご自身で探してみてください。あそこか。秘密なんて子供騙し、すぐに見つけてやる。さあ行くぞ。君子供なんだけどな。さあ秘密の温泉、どんな感じだろうね。虹色のお湯なのかな。気になるね。いやーでもなんか前回から温泉に入ってって繰り返してるけど、温泉入りたくなるね。やっぱね、温泉いいよね。僕はできるだけ皮膚系のやつがいいな。肌すべすべがいいしね。さあここを抜けて入ると、はーい、こちらをどうぞ。地下なんだ。はい、達成ありがとうございます。こちらはスペシャル特典の彩りの湯です。看板に沿ってお進みください。人彩りの湯、こちらめっちゃ源泉垂れ流しみたいな。うわーすげえ懐かしい。ほっ、何やろう。さあチョロップかな。敵を並べろ。プーっていう名前なんだ。おーおー、まあいいや、もう一回投げよう。カメックが攻撃することを祈って、魔法57。えぐいな。それはえぐいわ、いくらなんでも。カメックさん、それは最高すぎるわ。あれ？こっちじゃない？
戻り道かな、もしかしたら。1階かな。どうしよっかな。応援使うか。さあ1000コインぐらいドドーンって使っちゃって、あ22にするわけね。なるほどね。ああいう時は22か。さあキラハンマーで、30ではダメ。まあでもガンガン使おう。いいね、ダメージ高えな。まあ半分コイン戻ってきたね。まあこれだけと。あ、いや、そういうことか。はいはい、さらに上がるとね。ほい、じゃあこれもプショーと。で、あと1個かな。横穴も止めたいけどね、これね。叩いたら止まったよ。さあ何が出るかな。やった、ハートだね。さあ170、久しぶりに上がったね。さあこの先、そんなすぐ着くのかな。そんな楽勝すぎともねっていう感じはするんだけどね。そちらの土管からどうぞ。うわーすごい狭い道。下は崖だし、こんな怖くて通りたくないですわね。どうせ入れないんだろうな。ですよね。もう行くしかないね。あら、同じところに出てきちゃったの？変な土管。どうやら土管の出口が塞がっているようですな。しかし出口は一体どこにあるんでしょうか。まあ大体ゴール手前だよね。はあ、進むしかないね。あら、そよ風、そよそよ。激風。すごい風、強風、強風ですわ。恐怖の強風か。こんなに飛ばされちゃうなら、ますますあんな狭い道通れないですわよ。ちょっと待ってください。崖に鎖がありますぞ。これは良い。この鎖を使えば風が吹いても飛ばされずに済むのでは。周りよく、この道の先にはきっと土管の出口があるはずです。なーに、強い風が吹いても B で鎖をつかめば安心ですぞ。カッカッカ。なるほど、カミクさんが安心なら私も大安心ですわ。私はついていきません。なぜなら背中に坊ちゃんがいますから。ほらほら、坊ちゃん、マリオくんが土管を何とかしてくれますよ。私たちはおとなしくここで待ってましょうね。てめえら。ジャンプ要素があんの。え、強風どころじゃねえな。ほい。やばい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 。さあ、回復？回復したけど、まさかの鎖なしか、次は。よし。長い長い、風が
めっちゃ吹くね。よし、やぶねえ。よし、彩りの湯、もうすぐ、もうすぐね。すごい一周してる感はあるが、さあこれを剥がして、これで OK かしら。カメックさんを呼ばなくちゃ。おー、いい、つながりましたな。さすがマリア君。では行きましょう。もうずっと入って待ってたな、あのパターンは。さあ入り口、入り口、あ、下にあるね、これか。なんか昔のマリオのライフメーターみたいな感じだったね。お？え、ここが秘密の温泉？なんだか真っ暗でさ、秘密だから暗いのかな？そんなことはない。レディース&ジェントルメン。レディース&ジェントルメン？レディース&メンジェントルメン。ヘイホーの？ヘイヘイホー。どうしたの急に。今週もやってまいりました、ヘイホーのヘイヘイホーのお時間です。司会は私ヘイホーです。 MC ヘイホー、ピンクのネクタイかわいいね。そしてチャレンジャーはおなじみマリオさんです。オリビアとカメックとクッパジュニアとマリオ。クイズにクリアすれば秘密の温泉彩りの湯へご招待いたします。クイズですよ。クイズにチャレンジしますか。まあやるしかないよね。あ、カメックさんは観覧席をお願いします。マリオくん、ここは頼みましたぞ。ではモニターに注目。クイズ全部で12問正解するとポイントがもらえます。100ポイント達成でチャレンジクリア、彩りの湯へご招待します。あ、ルーレットなんだ。ルーレットスタート。レベル2、かけっこクイズ。記憶力のクイズです。嫌だなあこういうの。はーい、スタート。あ、みんな速度がねバラバラなんだね。卑怯だなさて、のこのこクリボー、ヘイポはい、完了。そういうことね。答えが決まりました。正解か不正解か。ピンポン正解。さあ今回のポイントを見てみましょう。30ポイントゲットです。さあ残り70ポイント。はーい、ルーレットスタート。50が2回来たら最高だったんだけどな。また30。ハックンはどれだ、ハックンはどれだ。動体視力のクイズです。
これからクッパ軍団がシャッフルされるので、ハックンがどこか当ててください。はい、オッケー。ハックン、これと、はい、オッケー。2体とも当てないといけないっていうね。さあ、答えが決まりました。正解か、不正解か。さあ、正解です。まあでも30ポイントなんだよね。さあ、あと40ポイント。ルーレットスタート。全然50ポイント、こんな。温泉クイズ。はい、記憶力と計算のクイズです。おう。これからクリボが温泉の中を出入りするので、最後まで温泉に入っている数を当ててください。よい、スタート。そう。しかも足し算か。13ね。はい。答えは9たす4で13と。マジか。そういうことね。そういうことね。青枠全部使いなさいって、そういうことか。そりゃあちょっとさ、それはちょっと、ひどくないかい ?13 だけどさ。はい、13でーす。あー、そういうことね。ゼロス9はダメなんだ。今回のポイントは0ポイント。さあ、次行こう、次。50ポイント来ないかな。さあ、かけっこクイズ。さあ、ヘイホー、ヘイポー。忍者の子、クリボーね。
めっちゃ邪魔してるなあいつ。平方クリボー、平方、うん、クロッコだね。はい、じゃあ、平方をクリボーだね、次がね。クリボー、これかな。あれ、クロッコ平方だっけ。やべ、間違えたかもしれねえ。あ、オッケー。よかったよかった。さあ、正解。さあ、今回のポイントで110ポイントだね。50が2回来たら一番楽だね。さあ、チャレンジ成功。コングラチュレーション、クイズチャレンジクリアです。なんかすげえクリアした感がある。それでは彩りのゆえご招待の前にこちらに参りましょう。スペシャルクイズ100ポイントを達成しましたので、スペシャルクイズにチャレンジすることができます。成功すれば素敵な景品ゲット、失敗すればゲームオーバー。やるしかないよね。やります。さあ、オーディエンスの最高の盛り上がり見せております。スペシャルクイズ、これからマリオさんが聞いたことのある曲が流れ、モニターに歌詞が表示されます。歌詞の一部がハテナとなっているので、その内容を4つの選択肢から選んでください。マジで、それさ、マジで、スペシャルクイズの答えか。よし、やろう。あ、ABC なの。はい。はいはい、じゃあやっていきますか。とりあえず、川下りっていうか、ごにょごにょ長え。あー、ボム兵懐かしいね。さあ、 ABC の前にある丸を目指して、待って、終わりだね。終わりだから、そこを目指していくわけで、だよね、オリビアのところからでね、行ってぐるーって行って、まっすぐで OK だから A。 行きまーす。マリオさんあのまま吹っ飛ばすってことだね。マリオさん押しますわよ。答えは A です。よっしゃー、正解。お、クリア。さあ、スペシャルクイズクリアです。コングラチュレーション、スペシャルクイズクリアです。ヒューヒュー。
いや、カメッコお前何もしてねえじゃん。それでは素敵な景品をお受け取りください。あ、スペシャルクイズの大砲。大砲か。確かにここでしか出ないね。それでは彩りの家ご招待。くつろぎのひとときをお楽しみください。いってらっしゃーい。だよね。といったところでお時間となってしまいました。皆さん最後はご一緒に、ヘイホーのヘイヘイホーようできたな。プレゼンツバイ天空スパーランド。キノピオが殺しにかかってきたんだね。おー、彩り。これが秘密の温泉か。いろんな色が、いろいろだな。このギラギラとした輝き、これは確かに色落ちに効果ありそうですぞ。さすが、スペシャルな温泉ですわ。とってもカラフル。ウキウキ色づいちゃう。さあ、坊ちゃん、いよいよ最後の仕上げですと。色が綺麗に戻るよう、しっかり浸かるんですぞ。わかってるよ。さあ、見てみろ。どうなるかな。おー、元通り。じゃーん、どうだ、見てみろ。もうどこも悪くないぞ。これならもう文句ないだろ。おい、カメックどうした。思えばここまで長い道のりでした。しかし、ようやくいつもの元気な坊ちゃんに戻られて。ふぅ、本当によかったよかった。わー、よく見たらジュニアさん、こんなお母だったんだ。まん丸な目に唇もタラコみたいでとっても可愛いです。悪口にしか聞こえんな。おい、僕の顔こっちだぞ。あ、そっちね。それで坊ちゃん、あの雲の上の折り紙塀まで飛びそうですかな。元気もりもり、やる気満々だ。あんな雷雲一つや二つ、軽くひと飛びだぜ。なんならもう今すぐここから飛んじゃっていけるけど。いいえ、まあまあ、ちょっと待て待て。さあ、おお、すごい。二人ついてきてる。色あせ、色落ち。お帰りもこちら。そうだね、せっかくだし。カフェ行って、三人でカフェって？あ、一人なんだ。行ってらっしゃーい。まあね、温泉入ったらね、最後は水分取らないとね。おう、マリオ。いらっしゃい、ブラックでいいか。コーヒー一つ。俺のコーヒーいまいち。インスタントだし、そんなもんだよ。おい。いまいちどころじゃねえな。さて、これに入ると温泉入ったりめっちゃ湯冷めするね。あー、そこから出てくるのね。はい、ということで今回ここまでにしましょう。いやー、温泉クリアで次は雷雲のやつと対面ですね。まあ、なかなかね、この3人で歩くっていうことがないんで、ちょっと珍しいね。ドラクエみたいな感じだけど。ということで、今回はここで終わりにしたいと思います。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またな。